外遊2日目、今日はアメリカや中国、ロシアも出席する東アジアサミットに出席した石破総理。中国の李強首相と笑顔で握手を交わす場面も見られた石破総理ですが、初の外交デビューでは緊張感が高まる場面も見られました。それは昨日の日中首脳会談でのこと。日中両国には協力の潜在性と課題、懸案がありますが、緊張とともに取り組んでまいりたい。およそ4分間の冒頭撮影が終わった後の様子について外務省関係者は、ピリッとした雰囲気だった。緊張感がある中で率直に意見が交わされた。石破総理は今年に入り、中国の深圳で起きた日本人学校に通う児童が殺害された事件などについて、事実解明と説明などを強く要求。すると李強首相は個別案件とする従来通りの発言をし、互いに立場を譲ることはありませんでした。会談では中国軍機による領空侵犯問題など日中の間の課題や懸案について互いが主張を戦わせ、およそ35分間の会談は終わりました。各国首脳との会談ではアジア版 NATO 構想など石破カラーは封印し、まずは首脳間の信頼関係を築くことに重点を置いた石破総理。外務省幹部は、短時間の会談で結果を出せるとは最初から思っていない。成果を出すのはこれからだ。今夜ラオスを出発すると、明日から休む間もなく衆院選に臨むことになります。